さようなら。後でね。隣同士、ももかチャンネルさんと。すごいな、チンタ枕。チンチン枕。そういうこと言うのやめてもらえます。あれじゃん、孫悟空じゃん。いや、孫悟空、チンタ枕したんだよ。いやはい、ハワイアンズ楽しんでますか？イエーイ。はい、あのですね、せっかくなんで、あの、せっかくのハワイアンズね、お泊まりできてるんで、二人に胸キュンデート企画をやってもらいたいと思います。今回の胸キュンミッションは自撮りで、ももかちゃんが自撮りで2枚、 E さんがこうやってやって自撮りで2枚、合計4枚のカップルっぽい写真を撮ってきてもらいます。で、あと、GoPro を渡すので、そちらでカップルっぽい映像を泳いだり、まあ、してるところをね、あの、流れたりとかね、いろいろしてきてください。30分、時間を与えます。はい、ではやっていきまーす。じゃあもう行きましょう。あ、行ってらっしゃいじゃない、間違えた。じゃあ、じゃあ、まあ、それとあの、泳ぐ、あの広いところ。入ります。あったかい、あったかいわ、これ。あったかいんだから。冷たい冷たいということで、はい余裕やめろよえ、てかどこにいるんだカップになるとやめてよよくやばいわキャッ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 やめろよやばいやばい。あ、じゃあちょっともう一個、じゃあ胸キュンシーン撮りますね。私が溺れるかもしれない。今のは胸キュンですよね、皆さん。胸キュンですよね。かける量がエグい。せーの、はい。
楽しみですか。ちょっと楽しみ、怖いです、ちょっと怖いです。変なピザ。はい。とナゲットと、なんかポテトとなんかです。じゃあいただきまーす。いただきまーす。めっちゃ遊んでます。あ、どうぞ食べてください。風呂上がりの残ってた最初に。うん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 。どうでしたか？うん。何してんの？ね、住みこぐらし。今からご飯を食べに行きます。うん。CC サイズ。なんか変だ。でも旅館みたいな。おかみさん。おいでやす。おかみさん。っていうか、ちっちゃ。もう今日ずっとももかちゃんにべったりらしいし、一日ずっとべったりだね。嬉しいし。どうした？どうした？あのご飯。チーズ手つなが？ご飯つや。いやいやって。いやあれだよ、今ももかちゃんと手繋いでるから邪魔すんなよお前みたいな、そういう両手繋いじゃう、そういう感じ。はい、こちらになりまーす。次こっちよ。こちらのお席になります。はい、じゃあ今からバイキングしたいと思います。バイキングしたいと思います。ももかちゃんの夜ご飯はこちら。まだ後で取りに行きますけども。はい。じゃあまず。今食べたんですけど、アメリカンドッグとポテトと。はい、アメリカンドッグとポテトと。エビと。エビと。マグロとサーモンと。マグロとサーモン。なんかハニーなんちゃら。ハニーなんちゃら。と。なんか美味しそうなやつ。美味しそうなやつ。コリコリしてそうなやつ。コリコリしてそうなやつ。私イカの塩辛みたいな。ああ、これあ大人だね。ウェイ。そして？なんか。なんか。はい、なんかだそうで。忘れちゃいましたね。はい。そして隣のお兄ちゃんは？お兄ちゃん教えて。これやば。さ一番最初これ出てる。グイってんの。何これ？シュークリームのチョコやつと、トンカツ。エビカツだね。エビカツ、エビカツ、エビカツです。そしてで、マグロ、ポテト、唐揚げ、チー、違う、アメリカンドッグ。アメリカンドッグ。そしてアワビ。はい、アワビ。そしてマッチ。その隣はシーシー君、いきます。はい、焼きそば。ね。アメリカンドッグね。ポテト。ケチャップ。鮭ね。唐揚げ。何、梨？なんかな、
何これ、ゆば桃じゃない、チーチー今これ指さしてゆばって言うゆばゆばじゃねえから、お、食べてます食べてます。ご飯を食べて戻ってきたらお布団が敷いてありました。やったぜやったぜ。パパ見て、うん、気持ちいい、気持ちいる、ね、いい寝顔でござる。それでは寝ます。おやすみなさい。はい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、起きてください。お泊まりハワイアンズを楽しみました。いや楽しかったですね皆様。いやもう本当ありがとうございます。あの今回ちょっと初めてちょっとデート企画っていうものをやらせていただいたんですが、いかがでしたか。ちょっと年上の4つ年上のお姉様と、4つ年上のお姉様と、いかがでしたか。いや緊張されました。緊張した、ドキドキしまくりました。4つ年下の男の子と小学生とちょっと中学3年生の桃香姉様にちょっとお願いしちゃいましたが、いかがでしたか。4つ年下ってどうですか。なんかあのこういうデート企画とかはあんまやらないんで、はい、あれだったんですけど、あのやっぱりあれだね、遊んじゃったね。ね、おー、キュンキュンシーンっていうの撮れなかった感じだったので、まああのあれですよね、胸キュンっていうよりは楽しんだ感じっていうね、あの楽しいデートみたいな、楽しいデートみたいな感じを優先したみたいな感じですね。はい、はい、前日にね、あの桃香ちゃんのパパと裸のお付き合いをね、あ、そうだ、そう、お風呂一緒に入ったんだよね、イーシャン大浴場に、大浴場に2人でね行ったんでしょ。もう裸の関係だ、もう貸し切りやったから。背中は流さなかったの。背中は背中は流さない、今はやらないですはい、そんな感じのお泊まりハワイアズでした。はい、はい、次回も皆様、桃香チャンネルとゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイバイバーイ。シジカモン、あー嬉しい、よかったね、遊んでもらったね。メディパッツ1個で直しながら、ありがとうございました。ありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。またお願いします。ぜひぜひお願いします。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々その先 700m で右方向です。左方向です。え、